おはようございます。こんにちは。こんばんは。中村翔です。ゆめちゃんだよ。今日は雑談な、うん、ちょっと音楽トークでもしようかと思ってます。ね、先日ね、ノットフェスに、はい、2人で行ってまいりました。スリップノット主催のね、フェスだね。音楽フェス。行ってきたので、それについてね、お話してみようかと思います。ギターレッスン、オンラインサロンやってます。3年越しのノットフェスで。そうだね。そうだよね。もともと2020年だったっけ、うん、3月20と21で開催される予定だった。だからチケット取ってから4年だよ、うん、そうだね、うん、そうコロナの問題でね、うん、延期そう、まあ中止ならないでよかったよね。本当よね。本当にあの運営の方々ありがとうございました。やってくれてありがとうございました。絶対大変だったよ。それは大変でしょう。そのアーティストのね、スケジュールも組まなきゃいけないし、めちゃくちゃ大変だったと思うんだけど、まあ、その、もちろん予定されてたアーティスト全員がね、来日できて、それ通りに行ったわけではないと思うし、僕もね、あ、そっか、これなくなっちゃったのか、ね、いるアーティストさんがいたりしてね、見えなかったっていうのもあるんだけど、でもその中でもね、できる限り集めてくれてね、見たいのは、まあ、ある程度見えたもんね。うん、大満足のうちに帰ってきましたよ。スリップノットのフェス、これノットフェスか、うん、行ったって方いるのかな。どうなんだろう、行った人行った人、よかったね、コメントで僕もいましたとか、ね、何日目にいましたとか、すげさい。うちはね、デイツー2日目に2日目はい、行ってますね。なんでコーンが出てきた時はね、そうだね、コーンと、あと日本だと、うん、コードレインとか、うん、マキシマムザホルモン、ザホルモンも出たね、うん、とかそういったアーティストが出た2日目に行ったんですけどね、はい、うん、あの2日目に行ってよ、1日目にいましたとか教えてください、うん、仲間に見かけてよって方いるかな。声かけられてたもすごいね。そうだね、ありがたい限り。そうそう、声かけていただいたりとかね。ありがとうございました。これツイッターでもコメントくれたよ。あ、ほんと、やっぱあれ仲間さんだったんですねって。おら見られてたんだ。実は見られてたらしい。まあ、かけてよ。ね。はい、で、撮ってきた映像が少しだけあるので、まあ、お土産というわけではないですが、うん、会場の様子だったりとか、何があるか、コーンと多分スリップノットあたりの映像少しあると思うので、うん、よかったら、ね、少しご覧ください。本日はご来場いただきまして、誠にありがとうございます。ちょうどタイミングが良かったんだと思うんだけど、うん、マスクが自由化になったじゃん。ああ、そうだね、うん、まあ、してもしなくてもいいよ、まあ、自分たちの判断ですね、うん、っていう状態だったし、うん、あと声出しも OK でしょ、うん、でも、もしもダイブも OK な状態だったからすごかった。もうみんな解放されましたみたいな感じでさ、もうめっちゃ暴れてたよね。そう、もうコロナでもうそれができなかったわけじゃん。みんなやりたかったけどできなかったし、アーティストとしてもやっぱさ、やって楽しんでもらいたいのに、うん、できない、う
煽ることができないっていうのはね、あって抑圧された状態がもう一気に解き放たれた感じです。そう、もうみんな溜めてましたよみたいな。サークルピットできるわ、結構手感できてね。できてた。わーってきて、ブワー走り回ってね、ぶつかり合ってし。前から後ろまで分かれたよね。分かれたね。ね、そう。そう、あとこう上にこうダイブしていく人もやっぱいるしね。いるいるいる。容赦と持ち上げてあげちゃったの。上げてた。じゃ前にいた人がすごくさ、こう人の角を使う、こうよしジャンプジャンプってしててさ、上がりたかったんだろうね。上がりたいけど上がれないから。そうそうそう。いやいちゃって力持ちが入ってらっしゃい。筋トレ効果ですね。そのための筋トレかもしれない。みんなを持ち上げる人発射台。いいね。今日ベスト聞いたことない。あの発射台です。持ち上げますよみたいな。そう、まあでもそれぐらい盛り上がったね。ライブだったね。そう。まあね、でもね、僕は一つ一つ思ったのは、うん、なんで僕はそっちじゃんってこっちなのって思った。まあ当たり前なんですけど、立場として当たり前なんですけど、うん、やっぱ自分の、まあ、人生、音楽人生と考えると。うん、やっぱね、一番やりたかったのバンドでこう成り上がってでもやりたかったことなわけですよ。で、それを諦めてるわけでもないし、まだこれからも目指してね、うん、いけるとは思ってるんですけど、うん、やっぱそこ、まあ今できてるかっていうと、まあちょっとね、いろんな障害があって、うん、できてない部分があるから、やっぱそうやって楽しそうにステージにいる人たちとか、かっこいいアーティストとかをね、見るとね、やっぱね、うん、まあ、嫉妬じゃないけどさ、ね、いいなって。俺も立ちたいな、みたいな。やっぱそっちがいいよねって。こっちも楽しいけど、うん、そっちがいいよねって。そう、だってね、バンドでガシガシね、ライブやった頃、やっぱね、うん、ステージのキャパ、大きさは違えど、ステージにいたわけだからさ、そうだね、やっぱそこに戻っていきたいっていうのはやっぱあるよね。あのさ、コールドラインのマサトさんがさ、うん、ボーカルの方ね、あ、そうそうそう、うん、スリップノットのファンを20年してたら同じステージに立てましたっていう MC を聞いてさ、結構ね、うるうるしちゃった、うん、僕実はそのコールドラインは、うん、だいぶ前に1回見てるんですよ。うん、名古屋で見てるよね。あのマニートゥーマイペインがまだ活動してた時、活動始まった時ぐらいね、始まった時のアルバム記念のライブじゃないかな。 それも前座じゃない。そうそう、名古屋で、うん、で、ペイマニトゥーマイペインのライブの時のオープニングアクトかなんかでね、出たのがコールドレインだったんですよ、うん、でも相当前だね。そうだね。で、そこからコールドレイン自体は知ってて、嫁ちゃんも好きだから CD 聴いたりしててそうそうで、久々にこうやってね、うん、でかい会場、そのモッドフェスっていうね、すごい会場で見て、うん、やっぱ続けてやってると成長するんだな、うん、でもその成長するのもやってて勝手に成長するわけじゃなくて、うん、努力していろんなところにパフォーマンスしてきてね、頑張った上でそうやって立ててる、そうそうそう、うん、結果を残していけるとかっこいいよね、うん、うん、で自分はどうかっていうとやっぱね、いろいろありつつもそこにも立ててないしさ、うん、バンド時代やれてるのかって言ったら、うん、で今もちゃんと活動も出てないから、うん、悔しいって気持ちもやっぱありますよね、うん、まあだからこれから、まあ、左手でもね、弾けるようになってきたし、これからね、うん、またね、もう、遅咲きになっちゃうけどね、うん、追いかけていこうかとは思ってるんだけどね。うん、楽しかったね、でもね。楽しかった。そういう、なんか、やる気も芽生えるしね、またね、うん。やる気がなかったわけないけどね。よりやる気になるよね。うん、頑張ろうとかさ、うん、モチベーション上がるじゃん。うん、で、あとね、グッズ買ってきた。うん、これ、これかっこよくない？見えるかな？嫁ちゃん今来てるけど。筋肉ポーズそっちそっちそう、ノットフェイスのね。うん。はい。T シャツを今回買ってきた。そう。はい。これね。見えるかな、こんな感じ。かっこよくない？浮世絵風になってるらしい。ノットフェイスジャパンだから。うん。あなたが一目惚れしたよね、これね。そうそう、これ。珍しいよね。これ欲しいって。そうそうそう。あんまり言わないんだけどさ。うん。うん、これ、ライブで着たいって。ライブによって今んとこないけど。買わなくていいの、買わなくていいのって言ったと思うね。あ、言っちゃいかんかった。そう、これかっこいいなと思って。ちょっとお高いやつだったけど買っちゃった。そうだね。しかも、なぜかお揃いでっていう。欲しかったでしょ。
誘ってきたのあなたや。いや、なんか自分だけ買ったら怒るでしょ、絶対。私何も買ってないのに。ちょっと画面から切れとるよ。切れとる。こっち来て。はい、という感じで、ね、ちょっとお土産もね、買いつつ楽しいイベントでした。うん。だからその3年前だからさ、まだその東京に住んでた頃だね、チケットするのは。そうだね。そう。で、会場の幕張イメージだったじゃん。うん。だからまだね、近い距離だったんだけど、うん、今僕はその、ジストニアの影響でさ、うん、愛知の方に来てしまってるので、うん、予定以外に遠かったけど。そうだね。もう弾丸だったね。シュッと行って、うん、もう終わってシュッと帰るけど、本当に。そうそうだね、シュッ。一日半ぐらい。あ、そうだね。一日半ぐらいで往復してきた。うん。感じですね。あの、結構歩いたし、疲れちゃったね。そうそう。筋トレしてるけど、普段、うん。多分使わない筋肉なんだろうね。うん。うん、やっぱ結構疲れがね、うん。翌日筋肉痛だったりとかね。そうそう。あ、でもね、あの、筋トレしててよかったなと思うことがあったのよ。うん、コーンのライブ。うん。結構さ、うちら前行ってさ、うん。こんなんだったやん。こんなん。模試には参加してないんだけどね。参加してないけど、模試の隣らへんでも、うん、みたいな感じのところで見てたんだけど。押し合い、試合でね。そう。もう前からも、後ろからも、もうギュッてされてて、で、バランス取るのが大変だったんだけど、足鍛えてたからさ、あの、ふんって踏ん張れたの。ふんって。ふんって。あの、倒れずに。あ、それは筋トレしててよかったなって、ほんと思った。よかったね。うん。発揮されてよかったね。努力が報われたね。あの、ノット、スリップノットの時はすごいいい位置だったよね。スリップノットはね、いい子だったね。あの、前だし、うん、なんていうの、結構密集してないところで快適に見れた、うん、だよね。でも近かったしね。あ、近い。近くて快適に見れて、うん、で、肉眼で見えるし、うん、まあ、こうも肉眼で見えるとこだったんだけど、うん、そう。まあ、たまたまだけどね、いい位置に行けてね、うん、よかったね、うん、という感じで、楽しんできたのでね、この楽しさ、モチベーションもアップしたことだし、うん、これをね、皆さんにこう還元していけるように、うん、はい、これからまた活動していくので、うん、はい、バンド活動もあのメンバー集めてね、うん、フリクダンかな、フリクダンの方をちゃんとリアルなバンドにしてね、うん、動かしていこうとしているので、ちょっと待っててくださいそしてもしこの動画をご覧の方で、うん、あ、ここのギターとここのベース組ませたら面白いんじゃないですか、あ、ね、あのボーカルこういう人いるけどどう、うんうん、という推薦、まあ受推多推は問いませんが、うん、なんかね、いいお話があればぜひぜひコメントとか DM とかでも結構ですので教えてください、うん、はい、はい、という感じで今日は雑談ノットフェス行ってきましたっていう、うん、雑談でした。あ、マキシマムザホルモンでさ、筋肉の映像出たよね。あ、出てた。パワーってやったよ。そう、ホルモンのあのライブ見るの僕は初めてだったんですけど、うん、すごい楽しかった。めっちゃ楽しいんだね。しかも筋肉に出た瞬間みんな大笑いだから。映像ないんだけどねそうそうそう、あの日本人アーティストはさ、撮影禁止だったから、そう撮影できなかったんだけど、うん、そう、めっちゃ楽しかった。 MC で筋肉使われてね。そうでんでんって、あのボンジョビね。そういやみんなすごいね、盛り上がり方が。あれは楽しませよう、楽しませようっていう気持ちがね、うん、強いんだと思う。ねえ。ホルモンもコールドレンズだし、他のアーティストもそうだし、うん、コーンも、フリップノートも。コリキエラすごいよね、サービス精神旺盛じゃん。旺盛。だし、あの、日本に対するリスペクトがすごい。うん。うんうん、ね、日本語ですごい喋ってくるしね。うん。うん、中指立てろーとかね。片言ぐらい可愛いよね。はい。Would you like one more song? No. Would you like? I say it. もう一曲聴きたいか？かわいいよね。はい、という感じでこの話すごく長くなったので終わりにしましょう。はい、はい、今日は雑談でございました、はい、楽しんでいただけましたらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あといつも通りに告知になってしまいますが、ギターレッスンやってます。愛知県三河地区の対面ギターレッスンと、ズームアプリを利用したオンラインのギターレッスンやってます。全国どこかでもね、ギターレッスン受けていただけますので、ジャルジャル TSA とかラウドやる TSA ですとは、ぜひぜひレッスン来てください。下にリンク貼っておきます。そして、オンラインサロンの方も運営してます。僕に質問できるような、ね、プラットフォームだったりとか、サロンメンバー限定の SNS で楽しく皆さんね関わり合ってるので、コミュニケーションツールに
興味持ってくれる方がいらっしゃれば下にリンク貼っとくのでこれも見てみてください。では終わりにしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。